熊本以来の再会ということで、僕たちは今サイバーエージェントの私が始めて、はい、一番いいですこの放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。はい、ということでですね、熊本以来の大会ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、朝9時なんですけど、こんなに人がいて、そんなにないか、こんなに人がいて、そんなにないか、ちょっとね、熊本よりはね僕たちは今サイバーエージェントのオフィスに来ています。新卒1年目で子会社社長になった村岡沙耶さんに OB 訪問させていただくということで、もともとみすずさんは沙耶さんに会いたいっていうことで、で、なんで会いに来たんだっけ。東大の民校に出てて、可愛い子が大好きでよくチェックしてるんですけど沙耶さん結構タイプでずっと応援してます、はい、そういう思いがあるということで、今日は初めてお会いするということで、はい、楽しみだね。楽しみです。緊張しますよね。はい。落ち着かない。告白の前に。そんなハードル上げたらかわいそうですよ。いやもう、なんでかわいそうとか言うんですか。じゃあ、一口。あ、美味しい。美味しい。甘い。こんにちは。こんにちは。可愛いです。もうファンです。インスタン時代から応援してました。ありがとうございます。可愛いです。嬉しいです。私も聞いてて。大学に通って、東京で就活するために今上京しています。あやさんのことは、ミスコン時代からずっとファンで、嬉しいです。大好きです。インスタも見てます。インスタもマイペースに更新する。楽しみです。頑張ります。今はサバイバル。大学在学中にサイバーエージェントのインターンで、それがなんかアプリ開発につながってるっていうのをお伺いしたんですけど、ちょっとアプリに興味が。もともとは学生の学校で、広告に興味があったので、広告に興味があったのも、本当に趣味の延長で、大学ぐらいに DJ とか、ダンスとか、そういうカルチャー的なことをやってたときに、そこで知り合った人が広告の一点にいたからっていう理由で、広告に興味を持って、でまあ、広告のことを知っていくうちに、これは私のあんまりこう目的じゃなくて、手段かなっていうのが。誰かの心を動かしたりとか、誰かが何かを好きになって人生を変えるきっかけになるみたいなところの、その手段として広告があるんだなって考えたので、で、今は広告じゃなくて事業会社として、やってますけど、
その気持ちはあんまり変わってなくて、アプリも広告も事業も結局手段なんですかね、私の中では。で、繰り返したかった時は、その人生を変えたり、何かのきっかけを作ったのに、アプリ開発できる。うん、あと東京の関東の人たちと話すと、東京のことを当たり前になっている。私は地方から東京に来て、本当にお金もなかったし、毎日毎日暮らすのが精一杯で、電車に慣れるのが精一杯だったんだけど、すごい楽しかったし、いろんなものをめちゃくちゃ吸収したと思っていて、新しいこと始めたんですとか、なんかいろんな人と比べていこうとか、吸収を求めることは、地方出身が、自身の人が東京に来ると、超強気だと思う。確かに。外の人飽きちゃってんだよね。もう世界出ればいいと思うんだけどさ、こんな楽しいのに。ちっちゃい頃からこれは当たり前だと思って、もったいないのが昔からですよ。サーヤさんが社長を務める CA モーションという会社の最初のサービスが最近リリースされるということで、下の概要欄にその詳しい情報とか事前登録のリンクも貼ってあるので、よかったら、覗いてみてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 OB 訪問してみて、みすずさんの印象というかは教えていただいてもよろしいでしょうか。就活の軸、すごいしっかりしてて、うん、なんか就活始めて1年とか半年で取ってるのかなって思ったんですけど、聞いたら2ヶ月とかだったんで、はい、相当すごいな。おお、地方で周りが教育系とかで、なんかエネルギーがすごい溜まってたんだなっていう印象はあって、確かに確かに、思いが困ってた。ですごい東京で頑張ってほしいなって。いや、確かに頑張ってほしいですね。はい。OB 訪問お疲れ様でした。念願のサーヤさんにも会えて、いや、可愛かったですね。すごい可愛かったです。みすずさんが東京で一番やりたかったことを今からやろうかなって思いますけど、はい、はい、ちょっとつけ麺が食べたいっていうことで、みすずさんが食べたかったつけ麺屋さんに行きたいと思います。麻婆麺のお店に出会いました。ではいただきます。幸せ。じゃあ、どうぞ。美味しいです。めっちゃ辛くて、山椒が本当に効いてるんですよ。辛いもの好きな人は絶対好きです。マジ？じゃあ、これに簡単に。ちなみに明日から選考があると思うんですけど、不安な点とかありますか？うまく伝えれるかっていうのと、うん、正直に答えすぎてビジネスの視点に入れてない時が多いので、ちょっとそこは心配ですね。なるほど、なるほど、確かに確かに。完食しました。すごい回でした。はい、明日も頑張りましょう。頑張ります。ちぎちお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、疲れましたね。お疲れ様です。今日からみすずさんに1週間住んでいただく家がこちらの家です。はい。上活ハウスっていう家なんですけども、地方学生なら無料で住めるんですよね。なので、今日から1週間みすずさんにはこちらの宿で住んでいただきます。女子寮なので普段は入れないんですけど、特別に許可をいただいて今から入ろうと思います。上活ハウス女子寮に潜入しようと思います。おー、綺麗。こんな綺麗なんだね。めっちゃ綺麗。あ、これすごい綺麗、ね、白い、すごい。こんな感じで洗濯機とか、あとは流しとかキッチンとかもあるんですよね。で、めっちゃ綺麗だよね。すごい、うちより綺麗ね。オレンジ風呂も綺麗だ、全然500倍ぐらい綺麗だわ。ね、オレンジ風呂も綺麗だ、全然500倍ぐらい綺麗だわ。ここに地方学生なら無料で泊まれるっていうことで、でシャワーとかもあるんだよね、こんな感じで。これ入っていいのかな、ごめんなさいだわ。部屋の方に入ろうと思います。おお、ちゃんとした部屋だ。ちゃんと個室なんですね。で、この間男子寮に住まわせてもらったんだけど、やっぱちょっといい匂いするわ。やっぱちょっといい匂いするわ。今日から1週間。
東京での就活を始めたみすずさん、都会という環境の中で何を得てどう変化していくのか、彼女が描く未来はどのようなものなのか、次回もぜひご覧ください。ですよね、ね、どこに行くの、いや、ほんとそうっすね。ましたって、そういう YouTube で発信あるのって、ウズウズという会社に都会の味するよね。え、ちょっと食べていいですか。この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。どうもしゅんです。2月22日石川県の金沢市文化ホールっていうところで SDGs 金沢企業パークという就活イベントに参加します。12時から大学生がやるべきことをテーマに僕も講演をさせていただきます。ぜひ概要欄から参加をお願いします。よろしくお願いします。